皆さん、新潟県にはかつてロシア村というテーマパークが存在していたことをご存知でしょうか。ロシア村は多くの人々に愛されながらも突如として閉鎖され、その後放置されました。この消えた観光地には一体何が起こったのでしょうか。新潟県の北部、阿賀野市に位置していたロシア村は1993年にオープンしました。テーマはその名の通りロシア文化で、美しいロシア風の建物やロシア料理、さらにはバレエや民族舞踊の公演が行われるなど、訪れる人々にとってまるでロシアに旅行したかのような体験を提供していました。しかし、ロシア村はわずか10年後の2003年に閉鎖されてしまいます。その理由は一体何だったのでしょうか。理由1、経営不振。まず、経営不振が閉鎖の大きな原因とされています。バブル崩壊後の日本経済の低迷期にあって、観光施設としての魅力を維持することが困難だったと言われています。開業当初は話題となり、多くの観光客が訪れましたが、次第に客足は減少し、経営は赤字に転じました。理由に、ロシアとの関係悪化。ロシア村の閉鎖の背景には、ロシアとの関係が悪化したことも一因とされています。1990年代後半から2000年代初頭にかけて、日ロ関係は政治的な緊張が高まる時期がありました。これにより、ロシア文化をテーマにした施設への関心も薄れ、訪れる人も減少したと考えられています。理由3、老朽化と維持費。さらに、施設の老朽化とそれに伴う維持費の増加も問題となりました。開業から10年が経過する中で、建物や設備の修繕費用がかさみ、経営を圧迫しました。特にロシア風の建物は独特の設計や装飾が施されており、修繕には高額な費用が必要とされました。閉鎖後、ロシア村の施設は放置され、一部の建物は廃墟と化しました。現在では廃墟マニアや心霊スポットとして訪れる人もいるといいます。このように、一時は繁栄した観光地が短期間で閉鎖に追い込まれ、その後放置されるという事実には、現代社会の観光産業が抱える課題が浮き彫りにされていると言えるでしょう。皆さんは、ロシア村の閉鎖についてどう思いますか？訪れたことのある方や、この話を初めて知った方、ぜひコメントであなたの意見を聞かせてください。